はい、今日は久しぶりに MTD で飛んでみたいということで、コモナレーダーが低速で現地に接近する目標を多数捉えた。はい、パーツのセッティングはスパホと同じです。全く同じ。はい、そして並走が LAGM ということですね。アルファとで、向こうにはシゲさんとズノゼッツさんがいます。両機はサメと。危険性を実施する。君のコールサインはアルファワンド。成功。これより宇宙センターの作戦を開始する。 MTD の少し速度が速い。衛星軌道面での敵の優位は覆しがたい。可能な限り多くの敵を破壊せよ。より多く破壊した部隊には得点が支給される。はい、すごいな。大サブッション向こうの方が早いな。仕方ない、改造機だ。ロックした。ターゲット撃沈。B2 が出そうなんだよね。よくやった。ターゲットをアップデートする。レーダーに新たな機影。南から複数の B2 爆撃機と護衛戦闘機部隊の飛来を確認。この辺から味方施設の判明。至急迎撃せよ。最大限速。ランの射程内
回あんま変わんないな、展開性能とか感じ的には。ひっくり返ってもうちょい前だ。おお、もうちょい上よっ。おっ、わっ、シゲさん、報酬の使い道でも考えておけ。しかし MTD はあんまスカホとなんか乗り心地が変わらんな。